今日の出来事。エレクトロカメラのパイオニア、ヤシカカメラの提供でお送りします。こんばんは。矢崎総合、日本合成ゴムの提供でお送りいたします。こんばんは。まず台風5号区での低気圧、中央選挙管理会の堀米委員長が選挙ぐるみ企業ぐるみ選挙は遺憾であると述べたことに対して、自民党の橋本幹事長は今日夕方抗議の談話を発表し、このような個人的発言は非民主的であり選挙妨害であるとして自民党の役員会に諮った上、告訴する考えを明らかにしました。こんばんは、村方貞彦です。まず今夜8時半過ぎ、大阪から羽田へ向かっていた乗客乗員88人の乗った日本航空の DC-8 型旅客機が名古屋の上空でナイフを持った男に乗っ取られました。米ソ共同宇宙飛行に参加したソビエトの宇宙船ソユーズ19号が今からおよそ1時間前、中央アジアの大草原に軟着陸し、2人の飛行士は現地